静士峠富士峠は、福島県川沼国柳津町の富士集落西側に、ある峠、一般国道49号が経由している。現在の国道は、た見川西岸の富士集落からいくつかの橋脚や、トンネルを含んだ近代的な道路で、道西合津町の野沢方面との間を結んでいる。この、現在利用されている国道は、昭和時代に行われた改修工事によるもので、 それ以前はトンネルを含まない経路で富士峠に達していた。古くからの主要な交通路である越後街道は富士峠ではなく富士峠の北に位置する多摩松峠を経由していた。しかし、明治15年から進められた合図、三方道路計画によって整備された道路は多摩松峠を経由せず、現在のように富士峠などを経由する経路に改められた。以後、 その更新にあたる道路は、東峠を経由しており、現在の主要な交通路、国道49号も富士峠を経由している。しかし、多摩松峠付近はトンネルで通過している、万越自動車道を除いて、県道に指定されているものの、近代的な車道は開通していない。前述のように、現在利用されている道路は昭和40年代に行われた、 国道49号の一時改築によって改良された道路である。途半車線なども備えているほか、周辺の国道では落石防止などのために、連続雨量が一定の値に達すると規制を行う。柳津橋富士トンネル富士トンネル、新富士橋別茶屋橋エビアイズ若松市八、歴史編八近代明治アイズ近代の。 始まりピアニッシモ24から272006年、福島の国道を行く道づくりと沿道の歴史を、訪ねて、P140、東北建設協会1988。 https://www.thr.mlt.go.jp/.koriwa, i m a l i b r a r y m a k i n g w o r k o f f i c e w o r k 1 8 h t m l だ。出行規制基準を参照のこと、やないず、8969。 土木学会附属土木図書館新富士8969この12土木学会附属土木図書館ありがとうございます